はい、皆さん、こんにちは。今日もやっていきたいと思います。今日はですね、トーテムが5つ集まりましたので、ボス戦いに行きたいと思います。で、作戦はですね、前回同様ですね、弓を主体で、もし効かないようだったら、殴りに行きたいと思います。で、ドラゴンの時弓がちょっと壊れそうだったのと、矢が足りなかったので、矢を一応200、まあ、300本ぐらい用意しました。で、こっちのやつで、凍結がつくので、これで相手の動きがもし遅くなれば、それは、有利なのかなと思っています。で、とりあえず、これで向かいたいと思います。で、どうしよう。食べ物は一応この魚の包み焼きと、ロックス肉パイ。で、あと、この蛇のシチューでいきたいと思います。で、このトーテムなんですけど、ゴブリンのシャーマンとバーサーカーが落とすんですけど、自分敵からドロップしかないのかと思ってたんですが、村の方の柱に飾ってあるみたいですね。で、ちょっと最初自分敵が湧くやつかと思って、それ破壊してたんですけど、柱を破壊する前に取らないともう取れないみたいです。それでなかなか最初気づけなくて集めるのが遅くなりました。でも結構村に行くと、大きい村だと2つとか置いてあるので、まあ、もし今から集める方がいれば、ゴブリン倒して、その柱から取った方が楽だと思います。よいしょ。では、ここですね。で、食べ物食べておきましょう。よいしょ。でここに置きます。個体ですね。よいしょ。で、弓を装備して、そして、耐性がちょっと どんな攻撃が来るかわからないので、すべての耐性をつけときたいと思います。よいしょ。これで、とりあえず体力はもう1回か2回回復したら、呼び出しましょうか。165。どれくらいまで伸びるかな、体力これで。200くらいあった方がいいかな。よし、あと1回ぐらいで呼び出しましょうか。で、能力はこの骨ですね。骨を使っていきたいと思います。よし、呼び出しました。さあ、どんなやつかな。どこだどこだ、こっちか、ここだ、こっちですね。よいしょ、出てきた、出てきた、あ、出てきた、どこだ、あ地面から出てきた。よいしょよいしょ、どんな攻撃するんかですよね。まずは、あ、動いてるな、あ、やべやべ、なんかなんだなんだ、どうなってるのかわかりませんね、見えない。よいしょ、なんかロック調の音楽ですね。よいしょ、あれ、これ攻撃来ないの、いや来てるのか来ないのかわからないな。よいしょ、あ、弓矢は全然効きますね。よいしょ、なんだろこいつ、あ、なんか来るか、なんか来るか、あー危ね、隕石落ちてきた、隕石落ちてきた。よいしょ、あ、やべ、なんか口開けた、うわー、ビームみたいなの入ってる。こりゃ遠距離攻撃もしてきますね。ただ弓矢でチクチクしてれば結構いけそうな気配だぞ。まあ、ちょっとあのドラゴンの時もそれで油断して最後の方死にそうになりましたが、こいつはどうだろう。まあ、今回矢がいっぱいあるんでね、大丈夫でしょう。あ、なんか逃げてってる、逃げていくの、すげえ逃げてってるけど、なんかゴブリンの村と合体したりとかするのかな。なんだ、来てるのか来ないのか全然わからんな。
とりあえず弓で全然いけますね。なんかすげえ攻撃してくるかもしれませんので油断はできませんが、どうだろう、もう半分くらい減ってるけど、なんか歩いてて全然こっち来ないな。え、なんだこれ、本当に隕石フラッシュとビーム1回吐いたぐらいで、あと何もしてきませんね。ちょっとスタミナ回復しましょう。え、これなんだ、え、ひょっとして今までの中で一番弱い。やばい、このままでは終わる、何もされてないのに終わる。嘘だ、変身があるのか、ひょっとして。え、終わっちゃった。超弱かったですね。よいしょ、お、トロフィーゲットしましたね。よいしょ、え、これで終わったの。まあ何にもされてないですけど倒すことができました。ではこのトロフィーを、置いてきましょう。いや、今回のボス弓あると超弱いな。蜂とかの方がよっぽど強いですね。マジか。一応この5番目のボスが今、現在ですね、早期アクセスで倒せる中では一番最後の敵なんですけど、こんなに弱いのか。一番強かったのはあれですね、沼地のやつ強かったですね。その次長老かな。何にしろこいつは弱いな。なんか隕石落としとビーム砲みたいなの吐く2回だけでしたね、攻撃したの。なんかしっくりこないな。よし、では置いていきましょう。だってまだ大骨の能力終わってませんからね。しかもこんなに薬飲む必要あったのかっていう気もするけど。ヤグルスですね。魔法ダメージと雷ダメージへの抵抗力を持つということで、雷って今まで使うのって鹿ぐらいですかね。なので、多分今後、雷属性の攻撃をしてくるボスが出てくるのではないかと思います。これで一応5個全部ですね。多分9つ、どこだろう、ここら辺につくのかな、あと4つぐらい。長老ですね。こいつが一番強かった。毒攻撃。まあ、ということで、ちょっとあっけなく終わってしまいましたが、第5のボス、倒しました。これで今日は、終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。